はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと線路の横の雑木林のところに来てるんですけれども、まあ雑木林って言っても草原みたいなところなんですが、まあここすぐ横線路走ってるんで、まあ今ですね、目の前こう草生えてますけれども、もうすぐ向こう線路なんですよ。それでまあこんな感じでですね、またゴミが捨てられてるわけなんです。多分この事実を JR の方は知らないと思うんですけれども、まあすぐですね、線路の横にこんな感じでですね、平然とゴミが捨てられてるわけなんです。で、今はですね、その草がですね、こうなんかガードをして、ゴミがですね、線路の方に風とかで行かないようになってますけれども、これもしですね、この草がなくて強風がですね吹いたりして、このゴミが線路の方にですね、夜とかに飛んでいってしまった場合には、それこそ事故につながるわけなんです。でもそういった、もしですね、事故が発生した場合に、この捨てた人っていうのは責任を取らないわけなんですよね。それで例えば、怪我をしたり、そういった人たちが発生しても、捨てた人は責任を取らないわけなんです。ですから、こういうですね、無責任な行動をする人を、一人でもですね、少なくすることが必要なわけなんです。で、これちょっと見てみますとですね、もう本当にそのまま車からドカッと捨てたような感じになってますよね。特に、まあ、分けてですね、捨ててることもないですし、もう本当に車からですね、そのまま降ろした感じに見えます。これは布団ですかね、布団となんか建材ですかね、あと段ボール箱、やっぱペットボトル、緑茶のペットボトルがありますね。これプチプチもありますし、これ何でしょうかね、なんかの照明の道具かもしれないですよね。段ボール、これ何でしょうか、これなんか紙がありますから、もう本当に使い古しのなんか古くなった商品って感じですよね。これ見ると、いやーこれはひどい。これなんですかね、この白いの、ちょっとすごい汚染されてますんで、直接はあんまり触らない方がいいと思うんですが、いやーこれはひどい、本当に。だってもうすぐ奥あれですよ、線路、もううっすらこっから線路が見えてますから、それなのにこんなことして、もし今みたいにですね、電車が気づかないでこのゴミをですね踏んでしまったらどうなるのか、そういうですね想像もできない人がこのような形でですね、無責任
な行動をするわけなんです。ですからもう絶対にこういうですね、不法投棄は千葉県からなくさなければならないと思います。ということで今日は線路脇のですね、不法投棄の話をしてみました。以上です。